バーリルビルはアメリカが州国ロードアイランド州の北部プロビデンス郡の北西部に位置する町である。2010年の国勢調査では人口15,955人で州内39市町の中では23番目の多さである。1806年11月17日、ロードアイランド州議会がノースグロスターの住民に独自の役人を選出することを認めたとき、 独立した自治体として法人化された。町名は19世紀のロードアイランド州、先出アメリカ合衆国上院議員、ジェームズ・バーリル・ジュニアにちなんで名付けられた。バーリルは当時州検事総長を務めていた。バーリルビルに最初に入植されたのは1662年頃のことであり、最初のヨーロッパ人がニップマク族インディアンの土地に入り始めた。 この町は当初グロスター町に属していた。ジョン・スミスとソールズベリー家が最初期の開拓者だった。サミュエル・ウィラードがサウス・アクスブリッジとグロスターで多くの天然痘患者の治療を行い、それを証明する傷跡があった。1806年、バーリルビルは独立した町となり、ロードアイランド州の北西宮に広さ60平方マイルを占め、西はコネチカット州、 北はマサチューセッツ州に接している。マサチューセッツ州及びグロスター町との境界紛争によって19世紀なばまでに領域を減らすことになった。ジョクタンパットナムが町の初代議長になった。バーリルビルの主要なビレッジの一つにパスコークがあるが、その名前はビレッジ内を流れる小川の名前に由来する。バーリルビルの原住民にプマク族が話す。 アルゴンキン語では、ヘビをアスカグもしくはアスクーグと表した記録が残っており、パスコーグの名前はアルゴンキン語に由来する可能性がある。19世紀初頭から半ばにかけて、ハリスビルのビレッジや、ハリスミルズ、メイプルミルズ、オークランドミルズなど様々な工場とビレッジが徐々に形成されていった。バックヒルは、偽金作りの様々な集団がいることで知られた。 今日の町はニューイングランドの歴史的国立公園地域であるブラックストーン川バレー国定歴史遺産回廊に属している。バーリルビルには多くの歴史的な工場があったが、その多くが消失、解体、放棄あるいは改築されてきた。ハリスビルにあるスティルウォーター・ミル複合施設は昔のティンカム繊維工場に使われていたものであり、現在はクロックタワーアパートとなっている。 この場所には最近建設されたジェシー・スミス図書館もある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は57.2平方マイルであり、このうち陸地55.6平方マイル、水域は1.6平方マイルで、水域率は2.76%である。シャーマン農場は1846年まで家族経営だった。総面積は1100ーカーあり、以前は、 州内でも最大の果樹園と落農場だった。農園の主屋には32室がある。バーリルビルは7つのビレッジに分かれており、グレンデール、ハリスビル、メイプルビル、モヒガン、ネイソンビル、オークランド、パスコーグが存在する。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。パスコーググラマースクール。ありがとうございます。